この時間は群馬対徳島、こちらの一戦をお楽しみいただきます。オフ・ド・スタッド・スタディオンで行われる本日のゲームです。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。群馬この試合 4-4-2 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか。そうですね、昔から、あるバランスのいいシステムですよね。そうですね、フラット型の場合システム全体がサイド攻撃主流になりますからね、サイドハーフとの連携が大切になってきますよね、はい、また中央にダイヤモンドを作る形でもバイタルを作るためには相手ディフェンスをできるだけ散らす必要がありますから、キープレーになるのは、サイドバックになってきますよね。なるほど、サイドバックの上がりが重要ですね。ただダイヤモンド型の場合トップ下の位置に入る選手が、サイドの役割もするので、その場合はフラット型として考えるか、あるいは守備に専念するサイドバックになるのか、結局はチームによってそれぞれの意図が強く出るフォーメーションですよね、はい、さあファーストハーフ見ていきましょう。群馬対徳島、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドを紹介です。皆さんから見て右に攻めるのが群馬、画面右側が徳島。渡井、徳島最終ラインまでボールを下げる。長谷川、長いボール縦へ。岩上、細貝、裏のスペースを狙う。このボールはつながりません。細貝、一人持ち上がっていく。岩上へ、田中、ここで受けるシュート。荒井、大きく縦へ。渡井、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。岩上、勝負のシーン。さあ左へ預けて、どうしたんでしょう。藤田、浜下、パスでつないで攻め込んでいきます。徳島、ボールを下げてリズムを作るか。縦へのボール、長いドリブル、来ましたよ。撫でるようなボールタッチ、上がる。徳島、ここクリアで難を逃れます。今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧。シュート、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。長谷川、
徳島、先ほどから前線の選手が下がってきていますけれども、北澤さん、これはどのような意図があるんでしょうか。まあ、相手ディフェンスを引っ張ってくると同時に、自分が攻撃の中心になれるということですよね、はい、相手を背負ってキープしつつ、前を向ける力が必要なので、この能力がある選手しかできない動きですよね。さらには得点力も必要ですからね。なるほど、まさに偽の9番ですね。そうなんですよね。ここは間合いを取る、上げる、ボールはクリア。仕掛けるタイミングを図る。いけるか、長谷川。まだこの前半スコアに動きは見られません。これ仕掛けるか、パスの交換、北川、さあ一気にカウンター、さあ右へ預けて、スルーパス、どうする、シュート。徳島ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。浜下、スルーパスを狙う、裏へのスルーパス、いいボールですね。裏へ届くか、ここで丁寧にコントロール、さあどこに出してくる、岩上、緩いボール、これはクリア。どうだ、荒井、どう組み立てる、西谷、渡井、藤田、浜下、藤田へ仕掛けるか、ここで丁寧にボールを扱う、渡井、浜下、右サイドへ振って、どうする、もう一つ前に行きたい、さあカウンタースピードを上げたいところ、山根、岩上へスペースを狙う、このパスが抜ける、藤田、長いボールを送ります、新井、さあ右へ預けて、クロスが上がる、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。これはスローインとなります。ゴールキックとなります。細貝、一人で行く、細貝、前半32分を回りました。
通と長谷川、いやーファインセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ好セーブを見せました。このクリアボール次へつなげたい。チャンスを演出できるか。もう一度来た。新井、徳島少し消極的に見えます。前線にボールを送ります。徳島奪い返します。内田チャレンジはしません。後ろに流す。ファーストハーフこの終盤、両チームスコアは0対0です。渡井、右サイドへ振って一旦前を取る、上げてくる、どうだ、シュート、いやー惜しいシーン。しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。群馬一人で持ち上がっていく。一気に前線にボールを送る。また中央へ。大きく縦へ。さあカウンターを仕掛けます。徳島としてはなかなかいい形が作れませんよね。長谷川、裏を狙っていきます。ボールが収まる。クロスはディフレクション、コーナーキックになります。障害、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。長谷川、さあ右へ預けて、こぼれてますよ。ハマスタ、長谷川、プレッシャー、さあここでカウンター。北川、岩上へ、ボールが上がる。このクリアボール次へつなげたい。ここで前半の45分が終了しました。まだスコアレスです。北澤さん、前半の印象をお聞かせください。群馬としてはちょっとこう打ち急いでるっていう印象はありますけども、ただ攻撃がシュートで割ってるので、こうしっかりと守備をまた取れるっていうことでは、まあ一ついいところとも言えますけどね。群馬対徳島、両チームスコアレスで折り返します。後半キックオフです。両チームとも非常に集中できていた前半でしたが、少し時間を置いた後、この立ち上がり、どう出てくるのか非常に楽しみですよね。そうですね。足元大事に行きます。中はマイスイル、おこれいいですよ。ヘディング先制、
後半に入ってゲームが動きます。クロスは頭で流し込んだ。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。先制ゴールを決めました。1対0。一旦主導権を握った形になりますけど、はい、まだまだ何が起こるか分かりませんよね。そうですね。岩上、縦へのボール、組み立てながら攻め上がっていく。いけるか。内田、ここは一旦バックパス。渡井、新井、渡井、新井、渡井、細かいパス回し、西谷、カウンターを仕掛けていきます。これ入るか。ボールを受けて藤田、浜下へ、渡井、素早いパスで攻め上がっていきます。スルーパスを狙う。ああ、いい展開ですね。どうだ。さあどうする。北川、ここは通しません。藤田、浜下、おいい形じゃないですか。これはどうだ。北川、群馬、現在セカンドハーフ立ち上がりで1点差を追う展開となっています。これについてはどうご覧になりますか。まあ早い段階で追いつければそれに越したことはないですけどもね。この時間でどうだ。このシュート、少し時間を使いすぎたか。最後うまくいきません。やっぱり時間をかけてしまうとディフェンダーが戻ってきてしまいますからね。このパスを受けて一人で駆け上がる。大きく前線に入れます。岩上、長いボール縦へ、山根、スルーパス、お、これいいですよ。中央へ、クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。アウトまで来た。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。内田、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。群馬としては互角にも見えるんですけどもね、まだビハインド、フィニッシュの精度が重要なポイントになってきますよね。藤田、さあ左サイドへ、リズムを刻む。
丁寧に足元を使う。チャンスを演出できるか。渡井、ここで丁寧にコントロール。チャンスになる。渡井どうする。さあ左サイドへ、これ仕掛けるか。コーナーキックです。細貝、田中、ここで前を向けるか。これはつながりません。中に入れる。クリアです。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。さあどこに出してくる。さあカウンターのチャンスになります。北川、田中、右サイドへ振ってふわっと裏を狙う。ここはキーパー処理しました。内田、浜下へ、藤田、細貝、小島、スルーパスを出す。ここで収まる。クロスを上げる。ボールはクリア。西谷、藤田へ、浜下へ、藤田、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。小島、細貝、田中、ボールを下げてリズムを作るか。岩上、長いボールを送ります。岩上へシュートレンジです。群馬、ここでファウルをもらいます。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。イエローカードが出ました。エキサイトするシーンです。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。さあ狙える距離です。ここで追いつければ試合の流れ変わるかもしれませんよね。うおー、決まった、追いついた。素晴らしいゴールでしたね。ここに来て同点です。直接決めてきます。精度の高いキックでしっかり決めてきましたよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。
ここ非常に疲れを感じる時間帯なんでね、はい、そこを気持ちでカバーしていかに走れるかが重要になってきますよね。なるほど。大きく縦へ浜下、ボールが上がる、ここクリアで難を逃れます。カウンターを仕掛けます。山根、群馬最終ラインまでボールを下げる、縦へのボール、大きく縦へ、うまいですね。荒井、また中央へ、両チーム一歩も譲らないというこのゲーム、同点ではありますが、この終盤いつ来た、シュート、いやー、中は枚数います、フリーだ、チャンスを演出できるか、渡井、サイドを縦に走らせます、もうこれいいでしょう、わずかに合いません、クリアです。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな、キーパーから前線へ、内田、時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね、サイドへ浜下、仕掛けるか、シュート、惜しいシュートです。徳島、入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。徳島メンバーチェンジがあるようです。ショートコーナー、ここで丁寧にボールを扱う、いけるか、どうだ、さあどうする、サイドを使います、この柔らかいパース、どうする、渡井、最後のチャンスになるか、クロスが入る、頭だ、これはよく止めました、いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。岩上、小島、さあ最後の一押しになるのか、新井、渡井、徳島としては早めに、ここで笛です、1対1、引き分けという結果になりました。さあ北澤さん、今日のゲームどうでしたか。両チームがお互いの持ち味をしっかり出していましたよね。目を見張る場面なんかもいくつかありましたから、引き分けとはいえ見応えのある試合内容でしたよね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。1点ずつ入れ合って1対1、引き分けに終わっています。